この動画では張り子を早く成長させる要因について紹介します。ぜひ見てください。メダカといかがでしょうか。枝豆メダカです。この動画を見てくれている方は張り子の成長要因が気になっている方ではないでしょうか。卵からせっかく孵化した張り子をできれば早く大きく成長させたいですよね。そこで張り子が早く大きくなる要因について我が家の張り子たちを比較しながら紹介します。皆さんの参考になれば幸いです。まずこちらが我が家の張り子たちの比較です。少し分かりにくいかもしれませんが、右側の張り子ほど大きいです。彼らはほぼ同時期に生まれました。成長期間は変わらずですが、サイズに違いが出てきています。ではなぜサイズに変化が出てきたかというと、2つの要因があると考えています。1つ目が一番の要因である飼育容器の水面の大きさです。張り子たちの容器はこちらの通りです。基本的に面積の大きさに合わせて成長スピードが速くなっていることがわかります。また夜桜だけ NV ボックス13でもサイズが大きくなっているのは少数飼育をしているためです。こちらが2番目の要因になります。それではそれぞれについて詳細を説明します。今回の結果から明らかのようにメダカの成長は面積が大きいほど速いです。この要因は面積が大きいほどメダカがストレス少なくのびのび泳ぐことができるということもありますが、餌との遭遇確率が高くなることが要因だと思います。張り子は基本的には動画の通り水面に多くが集まっています。そして水面に浮かんでいる餌をパクパクと食べて成長します。しかし面積が狭いと餌を近くにいる張り子同士で奪い合いをしてしまい、餌が行き渡らないことが考えられます。広いと張り子も密集していないため餌の奪い合いが起きづらく、餌不足になりにくいと考えられます。では面積が広いだけで容器を選択していいわけではなく、水質悪化や水温維持のためにも水量が必要となってきます。特にこれからは暑い季節となっていくので、深さは 10cm ほどあると容器の底の方は水温が低く、メダカが湯立ってしまわない環境が作れます。太陽光の当たる量によって大きく変わってくるので、飼育環境に合わせて調整したいですね。続いて張り子の飼育数に関してです。 NV ボックス13で飼育している張り子でもサファイアと夜桜では明らかにサイズに違いが出ています。理由としては容器に対する飼育数です。サファイアは採取した卵を次々と入れているため結構過密飼育になっています。ざっと50匹はいると思います。対して夜桜は20個の卵を入れてからは追加の卵を入れていません。過密飼育になると餌の奪い合いが起き、十分に餌を摂取できずに大きく成長できないということでしょう。また追加の卵を入れて育成する場合、メダカの大きさに差がつきやすくなります。最初の方に生まれたメダカは数日分の成長のリードで体が大きくなっています。体が大きいとその分泳ぎも得意になり、他の張り子の餌まで奪って食べることができます。よって1匹だけ大きくなり、他の張り子は大きくなれないということが起きてしまいます。私はできるだけ餌が均等に行き渡るように生き餌であるゾウリムシを与えています。ゾウリムシの培養方法についてはリンクの動画で紹介していますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。スイカの卵を入れない場合でもこの現象は起きます。同じ親から生まれる子供でも個体差がかなり出るんでしょう。この対策として大きくなった張り子だけ隔離してしまうことが手っ取り早いです。例えば別の容器に入れるですね。ただ張り子のサイズの違いによって容器を変えると置き場がいつの間にかなくなってしまいます。悩ましい問題ですね。
皆さんはどうやって対処していますか？よかったら教えてください。最後にまとめです。張り子の早期成長のキーを紹介しました。それがこちらの2点です。1つ目が水面の面積を大きくすること、2つ目は噛みつき飼育を避けるということです。どちらも餌確保の観点から必要と考えています。その他の方法がありましたらコメント欄で教えていただけると助かります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけると大変励みになります。ぜひよろしくお願いします。